ワイカツ人狼一斉にオープン。パンパンパン。え？は？ちゃう？え？ちゃうね。ほんまに。この絵を描くプロセスを挟むのがめっちゃおもろい。毎度リトル関西でーす。この前何があったの？楽しいね。アイドリングトークがあるんですね。そうそうそう。あるね。笑ってからスタッフ。そうそうそう。大事。はい。今回ちょっと人狼をやっていくんですけども、ちょっといつもとはちょっと違う人狼で遊んでいけたらなと思います。はい。はい、題しまして、お絵描き人狼。はい。計算や。まあルール説明ですが、お絵描きのお題が書かれたカードをそれぞれ1枚引いてもらって、枚数が少ない少数派が狼。はい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 。でそして多数派が市民。だからまあ普通側ですね。うん、となります。ですが、お題を引いた本人も、この時点では自分が狼かはわからない。なるほどね。そうそうそう。だから、引いたお題のイラストをそれぞれお書きしていただくんですが、その前に、引いたお題の特徴などをちょっと話し合って、あれちょっと自分。書く前に？うん。おー、話し合って。若干話し合うだから。で、この話し合いの中だから、自分が少数派か推測して、スケッチブックに書く。はい。オッケー？はい。はい、狼一人です。オッケー、はい。はい。で市民4人っていう。はい。じゃあ引いていっていいの？じゃあ一人ずつ引いていきましょう。まず1問目。やろう。お前を読み聞きました。はい、見ました。見ました。じゃあちょっと話し合いの時間を設けたいと思います。はい。はい。はい、まあ生き物やな。そうやな。いやこれで違うとか言うたりする。変えるよな。お題ミス。あ、そう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 。変えます。変えます。変えない。え？どういうこと？お家で飼える？あ、飼える飼える飼える。あら、あら。そのカエルね。え、やっぱ可愛らしいものではある？うわ、まあでも俺はちっちゃい時苦手やったかも。俺もそう。あ、俺もめっちゃそう。俺もそうやろ。ええー、ともうちっちゃい頃。ただそれはそうやろな。動物いけるやん。動物いけるか。うん。どう？なんか。こういう感じの女の子。どう？ああ。これ可愛いなとは思う。思っちゃうと思う。思うな。はいはいはい。いいね。まあ、そうだね。いい曲だ。あれこれ誰や？これもうすでに寄せてる人おるぞ。誰もだって一緒やもん今のところ。俺こけちゃうと思う。嘘やん。こけちゃう。マジで。自分ではワードを出してないから。でもさ、うん、いろんな種類いる。それ何でも言える。息遣いとかさ。息遣い？なんか彼女はなんかいるやん。まあちっちゃいのから大きいのまでいるよね。だいぶ。ちょっとコタちゃんかある。ちなみに見たことある？あります。あるあるある。当たり前。本当？え、あれ？見たことある？ない。生で。生で生で。あるあるある。なんか勝ってるやろ。二大巨頭って感じやけど、でも今だに負けてきた。いやでもなんか時期にも重なって。ああ。はい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 。どっち派かって言われてでもこっち派やわ。まあ言ってるわ。俺分かった自分の結果やってなかったチッパクがチッパクがそう、いろんな種類いろんな種類はい、わはい、大終了でございます。それではじゃあ皆さん、絵をそれぞれお入りください。はい、それではじゃあ一斉にオープン。パンパンパン。え？は？ちゃう、え？ちゃうねん。あ、え？だから、え？猫！ちょっと、ちょっと、こうだってほんまに？犬かこうだしたらこうなってて。何なの？まあでももう無理よ。そう、だから全員が最初の話し合いでもみんなが特定されたってことだろ。自分を分かっちゃったから。そう。このやってることはさ、普通にワードルやけどさ、答え合わせの瞬間の映画出てくるのがめっちゃおもろいから。その意味わからん。誰か投票しよう、投票。はい、せーの。意外と西村くん。こたちゃんじゃないの？あ、確かに西村さんかもな、これ。西村さんでもこれ決選投票か。自分で指してるな、なんなん。え、いや、そうじゃあ、というかまあ、自己申告。正解は？僕、キツネ。あ、キツネ？コタちゃんやと思った。うわ、うまかったんじゃない？
ダモセズだよ、でしょ。最後だけ下手やったけど最後だけ下手やったけど最後以外は全然コミュニケーション。びっくりしたじゃん。カエルよね、2個目に出てきたから。あーなるほど。生き物やね、カエルよねってきて、えっ、うんうんうん、あーでもオッケーオッケー、まだ絵は描けやろこの猫。これさもうキモいって。可愛いね、猫やんだって。オッケー、だから僕見ましたよ。僕見ましたよ。はい。あ、オッケー、見た。見たよ。はい、見ました。やりましょうか。はい。話し合いタイムスタート。はい。なんかまあ、でも。いや、待って、まずい。え、むずいよ。まあ、生き物ではあるやん。生き物。え、海の生物よね。海の生物。生物では。印象的な部分で。好き。あ、好きだね。あ、でも好き。うん。俺嫌いやん。なんかでもちょっとそういう作品にもなってる。かっこいいっていう。かっこいいね。ああ、それ見たことある？見に行ったでも。まあ、見に行ったぐらいしかないか。本物はないかもしれない。ないかも。あ、でもどう？え、でもその種類に。その種類あるわ。あるわ。はいはい。ザみたいなのは。その本物はあるみたいな。ちっちゃいのある。え、でもとは水族館とか好きやから。うん。だからまあなんかこういうのは好きやから。いやちょっとこれ誰か攻めすぎたぞ。ちょっと言ってる説ある。怖くて攻めすぎな気する。1個でかいのやつだ。それで多分みんな気づいたな。本当？1個でかいワード言ってたな。1個ではないんだろうね、逆に。むずいぞこれ。これ誰かわからんて。でもこれさ、絵でもわからんと思った。あ、ほんまに？そうか。いや、わからん。逆の絵、あれがわからんから。逆がなんやろって考えながら喋ってます。いや、逆の人やった。ええでやな、あれ。ええでやし、みんな同じのを書くよ。え、これもう、みんな気づいちゃってるってこと？気づいてしまわれてる。行くでしょ。え、どこで？これもう疑われてもしゃあないでやし。せーの、出ますか。せーの、ドン。お？コトちゃんうまい。めっちゃうまいやろ。コトちゃん。めっちゃそういうって書かなかったもん。そういうのか。まだでこれは。コトちゃんいいね。飛んでるやん。ちょ。俺はそのこと言われへん。いらにややん。ネタすぎるわ。めっちゃむず。いや、ふーさんのは書きたいのはわかる。わかるよな。これはわかりやすい。ああ。でもシンプルよな。いや、西原くん説あるけどな。なんかだって、え、肝心なもん。ああ、確かに。歯は絶対かっこくない。確かに。歯とこのここは絶対書くから。書くな。やのに手いっぱい書いてるだけの。これ説あるけど。いや、泳いでるやん、こんぐらいの。その水族館確かにちっちゃいな、それは。で、指さすか。はい。そうか。決めるよ。せーの。何自分でさ。いや、俺さ。いや、みんなシャチやと思って。シャチ書いてあるよ。シャチがいてる、これ。え、アザラシじゃない？ちなみにな、おそらく市民である側はサメ。お題がさ、え？イルカ。いや、だってこれ。いや、いけたよ。いけるって。いる？俺、シャチやと思ったよ、みんなが。なるほどな。これだったらシャチでもいけるやん。でも、無理や。はい。せーの。あー。え、出会いたくない？出会いたい？え、出会ってみたいか。出会ってみたいけど、あ、まあ確かにね、若干な。いや、俺出会いたくないかもな。なんでなんすか。上そうな、逆張りや。いや、うん、なんかまあまあその未知のものに触れるのは怖い。見てみたくない。見てみたい。どの距離で？いやいや、まあまあ、だいぶ遠目。遠目でこう、おるのをちょっと見る。雷見てるみたい。どこなん、まあ、どこにおるんや。実際わからんけど。どこにおるの？おる、なんかいろんなタイプおる。海におるタイプとかってこと？もうおるじゃない。おるか。ほんま陸海どこでもおるよね。でも分かるよな。出会いたくはないか、俺はない。いや、怖い、ちょっと。それもなんか作品によるくない？作品によるくない？ツアーが好きなアニメで出てくるのでは、うん、そんな怖いイメージじゃないかも。俺もそっち。味方ってこと？味方かは分からんけど、正直。はいはい、それ味方判定やったの。ほんと？誰の味方でもあるか。味方の方が多いね、なんか。そんなことない。あ、ほんと？特殊ちゃう？味方パターン。まあそうやな、特殊寄りなんかな。イメージが半々じゃないよ。半々なんだな。でも
そうやな、イメージが。そう、敵やな。わからん、誰か。いや、最初、海でって言って、こたちゃんが。いや、言って、おると思ったけど、でも、まあ、つくんか、おるんかなって。おでもおるよ。いや、でも、イメージなくない。陸海空。イメージある。おるよ、俺、全然。陸なくない。いや、あるって。陸なくない。海はまだ100歩やるから。海はまだわかるわ。空のイメージが強すぎるやん。なんだろう。まあ、そうやな。陸それはちゃうかな、俺が思えないと思う。まさか。では、これ、ほんまに分かってないし、これは。それでは、じゃあ、ちょっと、絵を描きましょう。はい。いや、とはこれ、市民な気するから、自信持って描くわ。ちょっと待って。はい。いきますよ。一斉に。せーの、ダン。あ、俺ちょっとミスったかも。まあでも言わんとすることは分からん、うん、あれこれやばなあ、えぐれてるやろか、怖い。でも分かるやろ、あれが来たかったか。あとはは竜宮の使いでいいかな。違う違う違う、ふうさんやっぱうまいな。うまいな。うまい。鼻のディティールやばない。あらやばい。いや、あと目のその右目やばい。あ、右目すごない。そうやな、これ敵さ、なんなんやろな。いや、ほんまに。いや、それマジで分からん。えんちゃん、俺マジで誰か分からへん。これはもうでもさ、これが怪しいんやん、めっちゃ。絵が下手すぎてさ。いやいや、とはもうこれあれやで、日本昔話の。もう確実ちゃう。それまで確実やん。じゃあ、指差します。いきますよ、せーの、じゃん。こたちゃん、俺もこたちゃん、俺こたちゃん、お、うん、じゃあこたちゃんが票を集めてしまった。はい、ということで、はい、こたちゃんのは、じゃん。え？俺友達のやつだよ。俺じゃ開く、うん、巨大蛇。うわー、おもろ。え、羽羽、あー、うわ、気づいた気づいた。みんななんか空こういうジェスチャーとかしたり、空ってやっぱ攻めすぎてんだ。ドラゴンじゃねと思って。だからか、なんかそれは会いたくないわ。あ、それは俺会いたくなかったはい。はい、あー倒れた。やめて、気をつけて。持ってきて。はい、ということで、あ、もうお話始まってます。うん、うわー、うわー、どう、これみんな好き、好きではないやろ。そうよな、普通好きな人おらん。あ、俺はちょっと好き。あれ、ポタちゃん好き。やっぱ顔に若干特徴的な部分あるよね。頭部にあるな。おお、頭部って頭。いや、まあまあ、もう頭部やから。あ、顔のこっからとかね。まあ、何歳ぐらいの時にこいつの存在に知った？俺でも多分めっちゃ早いです。俺も早くも。そうやな、しょうもない子供やったから。けどそれがそうなんやって知ったのはスカット。俺もだろ。いや、それがそうなんやって。俺はそいつの認識はそうじゃなかった。あ、その言葉、慣用句として。ああ、それむずいな。俺スカットだ。ショータと。ああ、俺アニメとかも。アニメかもな。まあ、アニメにも出てくる。昔の方が出てきてたかも。日常生活見るものやったり触れてたかも、そのことみたいな。触れてたかな、俺。今で、まあまあまあ、まあ、今はもう全く年間ゼロみたいな。でも普通になんか単語として使うとき、たとえツッコミとかで、失礼人。あ、わかったって言おうとした。今あれ、フーさんっぽいねんな、これ。実はルークっぽい。若干合わせに来てるルークってこと。いや、普通にルーク。ニュアンスがちょっと違う。マジ？え、俺ルークと一緒やねんけど。え、俺コタちゃんとバッチリフィールしてる。え、俺もコタちゃんとバッチリフィールしてる。わ、とはよ。この感じ。え、どうやね、バッチリフィールしてるのよ、コタちゃん。してると思う。え、もしかして俺好きやもん。もう、じゃあもうこの、じゃあ自分も絵下手な、さらしてるの何やから、あんま。いや、もう、絵下手企画みたいなやん、もうずれてる。せーの、じゃん。あと、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 指さしますか。誰かな。いきます。せーの。いや。確かにな。落ち武者じゃない。落ち武者と。ということで、ドアオープン。パッパです。
ね、待ってこれさ、俺が好きっていうの結構でかくない、うん、でかかった。なカッパ免許が好きなの。カッパ免許、あー多かった、それ。それで分かったな。はい、行き過ぎんようにしようぜ。これこそ俺もう見たいわ、生。まあ、確かに見たいわ。死ぬまでに一回は見たいわ。まあでも見たら見たでちょっと怖いっちゃ怖い、ね、うん、やばそうやな、ゾワッとするかも。それはそうや、うわーってなる、うわなるわ、リアル、いやいやいや、見よ見よ、絵でしか知らんもん。でも実際おるかもわからんとはもうそんぐらいのもんだよ。もうで、じゃあ見たことがないからさ、やっぱり、うん、信じられへん。それを限りなく再現してある、うん、ものには俺見たことある。見たことあるよね。あるある、その映像やけど、ね、うん、映像ではある。あ、俺も見たことある。あ、そうでしょ。うん、一緒かもね。やっとも思うやん、綺麗やったね。うん、綺麗やった。それは綺麗なもんは知って、綺麗なもんみんな共通認識。それに関してはだからもう、いやだからそれを再現する人の技術、もうほんま体感とかまで感動できる。あー、もうそれ結構いったね。可能性もある。お前濁し、やっぱり怪しいねんな。なあ、怪しいな。え、でもなんか綺麗な。いや、綺麗な。わかる。じゃあさ、何色。ああ、なんか若者が好き。水色。水色。若者が好きくらい。いや、俺、こいつや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 、もう書きましょう。共感せえへんじゃん。共感せえへん。そこにした。は。は。せーの、じゃん。これ大ゴミやん、マジでこの企画の。お前だけ全然ちゃうわ。これね、このこいつやね。文字書いてるし。こいつな、こいつな。文字もう逆にここまで来たら、クモを黙ってたいな。本当にそう。そういうゲーム行きたいな。え、これ言っていい？多分魚人とかやろ。え、滝じゃなくて。あ、これもお題と違う。みんなに寄せて帰った。言ってないやんじゃん。指さすか。はい。せーの。急に。急いらん。何やと思ったんじゃ、オーロラの。オーロラ。綺麗やね。とは魚人。何やろ。魚人とか。ユニコーン。ああ見たい、綺麗、若者に人気。私たち結構人形だったよね。会話、うん、俺とさまちゃんは多分劇団四季、劇団四季のねリトルマーメイドだし、ロッチャンで密着行かしてもらったから、そうそう、そのアリエル役の方と話して、うん、はい、これは市民やませ、はい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 、確かにこれも市民の気すんな。これはでも一歩間違えたら攻めすぎることになりそうな気すやん。これはうまい。え、じゃあさ、最近いつ食べた？いや、でもそんな頻繁的に食べるもんのな、まあ、そうやな。俺は3月食べたもん。8月食べたもん。7月、8月やな。え、いや、そういうことも結構ある？ある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 。結構ないんだ。結構ない。いや、そんなことない。イベントなの、それは。あ、そうやな。ちょっとした。うん、ルークと一緒やわ、多分。ここはフィールした。そうだった。俺はあれやで、友達が大阪に来たから、行った。うん、まあまあまあ、するわ、そういうこと。するか、あんませんくない。めっちゃ地方の友達が大阪来て行きたいって言ってた、うん、いや来たいっていうかどうしよう、何食べるって言って、じゃあまあ何ご飯、昼昼昼、あー昼ってか、まあ昼過ぎやったかな。みんなで食べると美味しい。食べに行くもん俺。食べに行った、食べに行ったこと、食べに行ったって言う、え、でもなんか見に行ったことある。食べに行くねんけど、食べに行くもん。メンバーともだって、食べに行くかって言われたらまたは食べらんない、うん、デートやったら行くか。あ、そりゃそう、うん、食べるけど食べに行ったとは言わへん。そこだけ気がかりだ。え、食べたって言う、食べたとは言う、食べに行ったと思う、まあ、言うときは言うやろうな、うん、とは思って、まあ、そうだな。3月から、ああ、それもでも何年かぶりやったわ、外ではね、外でも店ではね、ほんまに。そう、いや、分からんけど、分からんな、これ。
せーの、じゃん。ほら、うわ、合わせられた。ええー、うまっ。うわ、何もむかによって合わせられたな。なあ、言い過ぎた。はい、分からんわ。いきましょうか、うん、せーので。おっ、誰、うるさん、うんか。あ、俺西村さんに指してる。俺と、ほら、決戦投票。決戦投票、決戦投票。うーさんが俺に入れるしかないから、俺ってことや。お前だ。そして、そして、オオカミは誰なのか。僕のお題はお好み。やっぱり、やっぱり、やっぱり、絶対ついそれやと思った。絶対それやと思った。なんか食べに行くっていう表現だね。そして 店内ないやん、あんまり。うん、あんま大阪のもなんか、それを気になっても言い続けへんことやな。そうやな、俺気になってから、まあ食べに行くって言うけどなっていう。そっからシフトチェンジしたもん。あ、そう、たこ焼きに食べに行くって言うかって気になってもずっとほったらあかんねん。もうなんかもう勝ったって思ったからランキングかぶっちゃダメよ。もし同じクラスだったらモテるランキング、せーの、じゃん。いや、お絵描き人狼どうでしたか。まあ画伯な人が集まってるリトル関西がやるから、うん、このバンの瞬間がおもろくて面白い。ピックアップよりそこピークの、うん、どんな絵描いてくるんやみたいな。人狼側になった時わからんもんやわ。騙せへん。あ、そうだよ、とはなんか思いっきりちゃうやんか。